こんにちは、ブルホスです。本日もね、やっていきましょう。Another Order ということでね、前回はなんか村の中央をね、また突破したところからスタートなんですけれども、今回ね、ルイスを助けるところかなになるのかなを、まあ、やっていきたいなと思います。で、ここね、レオン編ではね、やっぱね、あのフックショットがね、登れなかったところなんですけど、まあ、ここね、ブシブシと先にね、登りたいと思うので、ここなんか登って意味あったっけかな、あ、なんかすごい今日画像が荒い気がするけど、まあそんなことも気にせずに。あれちょっと待って。フック。ここら辺か、あ、あった。うん、絶対位置が移動してるよね。うん、完全に、それは残像だみたいな感じになってる。よいしょ。そうだね、OK。そうそう、なんか最近 YouTube 見てて、なんか本当にたまたま偶然、だったんだけど、なんかね、知り合いが YouTube やってたよね。思いっきり顔出しして、ただその本名とかじゃ全然ないから、ね、たまたまショートムービーをさーさーってやってたら、あの朝ジムに通うサラリーマンっていう感じでね、なんかやってたのが、見当たって、で、あ、え？何々さんやんって思って、で、連絡したら、なんでバレたんみたいな感じでやって、ね、いや、まあ、バレるバレないじゃなくて、本当に偶然たまたまだったから、あら、びっくりしたね。でもなんか朝5時にさ、ジム行ってる姿とかっていうのを見るとさ、あ、なんかこっちも、まあ今同じように朝5時とかからジム行ったりとかしてるけど、あ、もっと頑張ろうって気になるよね、本当に。その目的は違うんだけどね、ジムに行く。うん。向こうはそのダイエット、僕はもう完全にゴリッゴリになりたいと思ってる。まあ今ね、6月末と9月末に腹筋を割るのと、ベンチプレス100キロ上げるっていうのをね、目標にチャレンジしてやってるけど、危ない、OK、よし、で、なんか嫌な予感がするよ、一体食べられで、ほい、あ、ちょっとやばい、これね、爆弾魔ね、ちょっと本当に危ないからね。よし、OK。あれ、ちょっと待って、どっか行った？早く、動線を早く、ちょっと待って。あれ？だから YouTube さ、そのショートムービー、まあ僕もね、今ね、1日1本とか2本とかペースで上げたりとかしてるんですが、まあもしそれがね、まあ今は声だけしかね、僕を判断する能力がないけど、まあ昔の動画とか過去から遡っていったりとかしたら、そのチャンネルからさ、ショートじゃなくて、こいつのムービーどんななんだって見に行った時にね、昔は顔出しをね、もう2年前とかしてたから、え、こいつやんってなったらね、ちょっと、まあなんか嫌だなとかって思うけど、まあ別にね、知り合いにバレたところでなんだかんだ問題はないと思うんですけど、最近ありがたいことにね、チャンネル登録者数はもうぐんぐん減ってます。ありがたくねえけど、何がありが、壁貫通する。マジっすか。ちょっと待って。おめえをぶっ倒して。オッケー。はい。これで全滅。だよね。うん。で、そうそう。それはいいとして、そう。チャンネル登録者数は減ってるんですが、4000時間の壁っていうのはね、なんかもう多分もう間もなくクリアできるんじゃないかな。というところまでは来てるんですよね、ありがたいことに。うん、まあ多分ディズニーのおかげだとは思うんですけど、3月の半ばくらいにね、ディズニーのね、ムービーをブワー流したんでね、それのおかげもあって、まあ結構なんだろう、ってなんだディズニーのねこともあったから、まあそれで今再生時間とかね、再生数とかっていうのは伸びてるところではあるんですが、あとやっぱね、なんだかんだね、ジュラシックパークみんな好きね、ジュラシックパークのあれがすごい伸びてくれてるっていうのもあるけどね、あとなんかね、釣りタイトルにして申し訳ないけど、エロって入れたらやっぱそれのね、エロっていうね、再生数って伸びるっていうところが、なんかこれ男の差がなんだろうなっていう気はする、すごいねえ、まあ僕もエロ好きだからね、だからまあサムネとかエロばっかり言ってるけど、エロばっかりってなんか言い方も変だけどな。ほい。あ、ちょっ。奥いないよね。大丈夫かな。じゃあ、一旦。OK。
で、こっちは稲作だから、これでも奥確かいたよね。すごい引っかかる。で、なんかコントローラーの時はそんなに意識したことがないのに、なんかこれだとすごい、なんか曲がり角のところから出てくる敵っていうのがね、すごいやりづらいっていうか、そんな感じがする。特に大丈夫かな。アイテムも落ちてない。じゃあ戻りますか。そうか、これ戻るところからか。結構めんどくさいね。確かレオンをミトレス・メンデスから助けなきゃいけないところが来るよね。ていうか思ったけど、こっから戻ってレオンは何だったっけ、なんかあの渓谷のところをさ、なんかザザザザーってさ、なんかめっちゃ襲われて戻ってくるってとこなったけど、あれを要はキャッツは生きて帰ってこれたわけでしょ。でそれとこっから戻ってくるっていうのと考えたら、すごい短時間でポン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 っていってるってことだよね。なんかやっぱりこういう別のストーリーっていうのをやった時さ、特にバイオシックスの時とかも思ったけど、時間系列っていうのはちゃんとなんかできるようになっておかないといけないよね。なんかそこら辺がすごい曖昧になっちゃうとさ、ダメな気がするんだよね。ほら、さあどうなる。あ、これ味方殺したんじゃね。やっぱりもうほんとこいつ無差別だよね。まあ、あるあるなんだけどさ。よし、オッケー、じゃあ行こうか。弾はまあ余裕がある。で多分本編と同じ感じになった。めっちゃ飛び降りてきた。残念でした。まあ本編と同じ感じになったとしたら、シンプルになんだっけ、多分ショットガンの弾がめちゃくちゃ余ると思うんだよね。ショットガンの弾が余ったらもうぶっ破していきます。ただね、エイダのショットガンマジでしょぼいからな。なんか落ちてる。なんで敵いる？あれ拾い忘れてただけ俺が、もしかして。敵いないもんね。単に拾い忘れか。最近、ソイプロテインを飲むようになりまして、で、理由としては、これまで、なんだっけ、プロテインバーを食べてたんですけど、プロテインバーでタンパク質を摂取するっていうのもありだったんだけど、なんかね、やっぱりね、脂質が高すぎるから、ちょっと普通の食事との兼ね合いもあってあると、なんかね、なかなか、プロテインバーを摂取するっていうのは、あんまり良くない気がするんだよね。あと体重というか脂肪がなかなか落ちにくくなってしまう。まあ、筋肉をね、上げるんだったらいいのかもしれないけど、まあそういう意味ではちょっとね、プロテインバーっていうのを卒業して、で、腹持ちもいいから、そういうプロテインの方が、吸収が遅いからね、ホエイに比べると。だからそれを間食の代わりにすることで、まあ、ちょっとね、対応するようにしたと。だから会社でも、普通にプロテインを、ドリンクの代わりに飲んで、で、1杯めっちゃ安いんだよね。50円、500ml 飲むとして、50杯だから、2000円だとして50杯、1杯40円とかかな。1杯40円とかで 500ml 飲めるんだったら、普通にペットボトル買うよりも安いからね。ですね、栄養にもいいし、で、プロテインバーと比べても脂質が、プロテインバーの場合は、脂質が、9g から、まあ、大体11くらいのものかなが多いんですよ。で、タンパク質が15取れたりとかっていうのがあるんですが、あぶれ、あぶれ、あぶれ、バクバクバク。やっぱり、しかもなんか今こっちに走ってきてるやつがいた。構えるの間に合うか。ちょ、どこ撃ってんの？下手くそ！おめえも飛べくんやろ。おめえもで。おめえも飛べっちゅう。いやー、マジか。あ、これなんかとっさに構えた方向と全然違うのに行くっていうのがちょっと悩みどころっすね。これなんとかならないかな。やべ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 、ゾンビ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 。ヒッ。オッケー。敵は特に稲下げだね。よし、じゃあちょっとジオのジャケットパクってやつ追いかけていこう。でもホエイプロテイン、あー、まだいるのか。ホエイプロテインね、吸収が早いけど、ソイはね、ちょっとゆっくりめなんで、まあだからついついね、お菓子とかね、パクパク食べちゃうって、脂質とかね、糖質とか取りすぎてるなっていう人がいたとしたら、そこはね、どっちかっていうとソイプロテインを飲む方が、お腹空腹をごまかす、まあ、ごまかすというか、まあ、実際満たされてるからね、あれなんだけど、
もできますし、でそれからお菓子を食べずに済むっていうね、メリット大きいと思うんで、ほい、こけねし、キック、ほい、あー倒した。こんな感じだよね。うん、だからやっぱ栄養ね、すごい大事だよね。だからこの間ね、なんかサプリめっちゃ食べ過ぎてるみたいなことを言って、でどんななんかね、教え子、今年から社会人になった教え子がいるんですけど、その教え子の人が子がなんかそのちょっと自分もやっぱ社会人になって運動の機会が減るだったら、ちょっとそういうのでちょっとずつその健康を気にしていきたいみたいなことを話してたから、じゃあなんかおすすめっていうか飲んでるサプリとかって教えてもらっていいですかって、ラインナップ朝これだけ飲んで、昼これだけ飲んで、夜これだけ飲んで、トレーニング前これだけ飲んで、いやトレーニング後はこれだけ飲んでっていうのを全部バーってね、ラインナップして送ってあげたんですよ。シンプルにドン引きされたこれだけ飲んでるんですか、月の食費超えてませんって、まあ、確かに食費は確かに超えてる、うん、残念ながら月の食費を超えてるんだけど、それはでもまとめ買いした時なんでね、で、まあ、1回買うとさ、例えば1ヶ月分とか半年はいいっす、まあ、半年分くらいかなとか、まあ、この間バルクスで買った時なんかはホエイ8服、ホエイプロテイン1キロあたり、1袋1キロかかける8と、そういうプロテイン1キロかける4なんで、だから12袋買ったのがあって、だからそれは多分ね今年いっぱいは持つと思う、さすがに、うん、今年いっぱい持つはずだから、まあそれでだから3万円としたら、まあ今5月だから5、6、7、8、9、10、11、12、8ヶ月かな、8ヶ月あって、でってことは月まあ3000円もいかないくらいで、プロテイン代はね、でそれがやっぱね、飲み物だから僕全然今ね、その飲み物で言ったら、その2リットルかける6本入りのお水を買って、それとあとまあコーヒーと、でコーヒーもそのバリスタの分か、なんか瓶のコーヒーでお湯で溶かすってやつ、それも3000円で3、4ヶ月くらい持つから、うん、1本のね缶コーヒーとかさ、ペットボトルのコーヒーとか買うよりもずっとずっと安いし、で普段はプロテイン飲んだりとかってなったら、多分ね飲み物でなんかちょこちょこ 500ml のペットボトルを100円でポロ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 買うとかよりもずっとマシだと思うんだよね、うん、ね、すごい見下ろされながら何の話してんねんっていう話なんやけど、本日のメインイベント、エイダを食べる、うん、まあ、前も話したことあるかもしれないけど、エイダとかがさ上に乗ってさ腰とかあんな激しく振られたらさ、多分男はみんな取れるよね、チンチン本当にシンプルに取れると思う。これさ面白いのがさ、このムービーでさめっちゃなんか今までガナードが持ったことのないごっつい斧持ってんじゃんと思ったら、みんな手斧に変わるんだよね。これやばい、これ食らうじゃね。あ、やっぱりくす、あ、これやっちまったね。くっといて、でとりあえず一体一体ちょっと潰して、買った後頭部打たれてんのに何のリアクションもしないなんて、こいつら何も、やばいやばいやばい、ほい、なんか後ろにめっちゃ飛んでったけど、あいつは、あいつ、あ、落ちた。よしよし。で、後ろにいたやつは、OK、死んだよね。じゃあ、どうしようかな。とりあえず、上戻って、なんか、リフトを動かすキーかなんかを手に入れてからじゃないとダメだった気がするんで、それをね、ちょっとね、やっておきたいけど、ちょっと待って。うやべ。これで全身なんじゃないか。あ、OK、いいね。あ、ちょっと、降りてきたやつがいる。あれ、あなたを、あれ、さっき上、落ちてた人じゃないの、まだ生きてたの、随分とお強いのね。じゃあ、先進んでいきましょう。いるね。あ、海賊王に俺はなるのか。どっちかというと、ガープっぽいけど。最近、ワンピースも全然見てないんだよな。
見たいんだけど、あのなんかねゼブラックっていう無料で1日1話漫画が読めるやつがあって、それでこうその全部じゃないけど公開されているところまで読んでるんですけど、それがねまだね僕の名はヤマト、ヤマトが出てきたところで止まってるっていうね。なんかヤマトってその今あれなんです、あれらしいですね、その次のルフィの仲間になる、もうなったんだっけ、ちょっとよくわかんないけど、うん。じゃあまあ霧のいいところにねまでやってきたんで、でもう15分も過ぎたところだから一旦この辺りでセーブじゃないけどまあ終了とさせていただけたらなというふうに思います。どうしようかな、そうだね、じゃあちょっとここでアイテム購入、なんか新しいのあるか、あ特にでもなさそうかな、まあでもお金があるから OKOK、これが手に入れば十分で、そうだね、本編と同じでどっかであれだな、いつかあのハンドガンを手放すべきタイミングが来るんじゃないかなと思うけどな。じゃあまあちょっと簡単にアイテム整理だけしてコンパートはね終了とさせていただけたらなと思います。なんかね、なんか個人的にね武器は左上とか、まあ、左側に集めたいというねなんか習性がある。マシンピストルでもコスパいいよね。スペース6個しか埋めないのに機動性めちゃくちゃあるからね。はい。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのチャンネル登録ボタンと、まあ、ゆるーくね、あのゲーム実況を見たいなっていう方はね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。はい。じゃあ、これで整理も終了しましたので、OK。じゃあさっきね、あの、確かあれがあったはず、セーブポイントがあったと思うんで、こちらセーブして終了とさせていただきたいと思います。ということでね、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。